三蔵,三蔵法師、三蔵法師、三蔵法師、とは仏教の教像、律像、論像の三蔵に精通した僧侶、法師のこと。また転じて薬教像を指して言うようになった。単に三蔵王と呼ぶこともある。日本では中国の伝記小説、最有機に登場する人物、三蔵法師として特に有名だが、三蔵法師というのは一般名詞であり、 尊称であって固有名詞ではない。最有機の三蔵防子、現状三蔵は数ある三蔵防子のうちの一人である。特にインドや西域から経典をもたらし、簡約した人々を尊称して、薬教三蔵や聖教三蔵、あるいは三蔵防子と呼ぶことが多い。四大薬教家に数えられるク熊羅銃や神体、 福金剛なども多くの経典の漢訳を手掛けており、三蔵帽主と呼ばれるが、中でも最も有名な三蔵帽主は、東大の僧、玄城三蔵である。玄城は、仏教の教門原典を求めて、インドを周遊し、般若信た正しい説もあるを中国にもたらした。さらにその業績は、大東西域機や、大寺恩寺三蔵法師伝としてまとめられ、後に、 大東三蔵司教師はデフィクションを含有するようになり、最終的には最有期に結実して世界中に知られるようになった。このため日本では三蔵防止といえば現状を指すことが多い。三蔵防止という称号を歴史的に見た場合、すでにインドで評論率の三蔵に通行した僧侶を三蔵防止と呼んでいたとされる。中国でもこれに習い、南朝僧。 420年から479年、大の具なばつま、草賀ばつま、伝記は、両大の、出三蔵奇襲巻十四4書集が、その要例の始まりとされる。その後これが一般化し、特に北百556年から581年、第二は、明らげん散草や襲国三蔵など、総刊の章にも流用された。また、随大の、歴代散歩行以降、 三蔵防止は、三蔵禅寺や三蔵立師などと同に、出身地の名称を付してトライした、薬教像の中でも、構想を指して損傷された例が頻繁に見られる。そして八世紀頃になると、トライの薬教像に限らず、中国の薬教構想をも指して用いられるようになり、また過去の薬教像にも遡って称されるようになった。現状が、後世に、 三蔵防止と俗称されたのもこれによるものとされる。歴史上、日本人像の中で唯一、三蔵の称号を与えられたのが、大見出身の幸福寺僧、良禅である。良禅は804年、最長薬海と同じ剣刀師の一行として、唐に渡った。長安で仏典の薬教に従事し、その功績を認められ、剣騒皇帝より、三蔵の称号を賜っている。 両前が関わった、大乗本生神時官業は、石山寺に現存。なお、仏教が中国に伝来した、当初のいわゆる、古役に属する役教の場合は、サンスクリット等の言語で記された、梵行を漢語に翻訳、簡約した実態に関して記録が残っておらず、その詳細が明らかでない。しかし、現状以後の、新役と称せられる時代の役協の場合、 管約された経典の監守に、経典の題目に続けて、いわゆる、薬上列位を記す監修が定着していた。両前三蔵の場合も、大乗本昇神時官業の、薬協列位に記された記名によって、筆述薬後の役割を務めていたことが明らかとなっている。この場合も、薬協の中心である、薬師となったのは、般野三蔵であり、本協は、般野分けとして、 協力には記録されている。しかし、実態は、まず、般若が梵文で記された原点を梵語で音読し、それを羊者が書き取り、さらに、それを漢字に置き換えるのが、訳語である。その後、将義や、順文、三訳などの各種の役割を持った人たちが、漢訳経典として、適切な経文に肯定し、初めて訳経が完成する。つまり、 新薬時代の薬協事業とは、官薬組織が確立された分担作業によって成り立っている。その結果、薬種として全体をプロデュースする立場にあった人が薬協者としてなお残しはするが、薬種は全体の組織の中では原点を音読するだけであり、現代的な感覚でいう翻訳作業に従事するのは薬語者である。それゆえに、 両前三蔵の果たした役割が評価され、三蔵の称号を受けているわけである。最遊記の登場人物としての三蔵帽子は、姓は陳、陽名をあるいは、くれない隆児といい、法名を禅児と言った。前世は、釈迦如来の二の弟子、だったが、説法を聞かず、教えを軽んじたために塔度に転生したとされる。その後、仏教に帰依し、二度の旅に失敗して転生したが、 三度目で八十一つの難をくぐり抜けて成功。三蔵魔行を求めた、地球の旅の功績と大義により、という二つになる、奇別を得る。父は、ジオと言い,い、過居に合格した英才で、公衆長官に抜擢された人物。母は、大東帝国の最小委員会さんの娘で、陰本京またの名を、万道京といった。若い夫婦が、認知に向かう途中、 私船の先導、劉広氏が邪心を持ち、妊婦である、恩響を見染めて、利表と測って、光しべを撲殺して、死体を川に捨てた。劉広氏は、恩響を言い含めて私とし、自らは、光しべになりすまして、公衆長官となった。恩響は、劉広氏の留守に、交流を生んだ。劉広氏が帰ればこの子は殺されると思った彼女は、運命を天に任せることとし、 赤ん坊を肌襦袢に包み、自分の息子である証拠として、赤ん坊の左足の小指を噛み切って、老いたちを書いた結晶を同封し、木片に乗せて川に流した。赤ん坊は、金山寺の法名和尚によって救われ、僧として養育された。他方、光しべは樹南の前に、金色の鯉を救っており、その鯉は竜王の化身であったので、命の恩に報いるため、 川底の死体は純海阿舎によって竜宮に運ばれ、魂と共に保存されていた。18年後、若き僧となった玄城は、死である法明王将に老いたちを知らされて、衝撃を受ける。死の勧めで、宅発像となって、母の消息を尋ねることになった。高州長官宅では、ちょうど、竜広氏は留守で、玄城は母と再会できた。しかし母はすぐに立ち去るように言い、 後日、金山寺を訪れて、耳輪を渡し、父方の祖母長子と母方の祖父委員会さんに会いに行く、よう指示する。公衆の長子は貧しく落ちぶれ、失明していたが、玄嬢が祈願して両、まぶたを舐めると、視力を回復した。次に玄嬢は、長安で、委員会さんに会った。委員会さんは、娘夫婦の悲劇を知って憤劇し、体操皇帝に直訴。 おはやし軍六万が派遣され、陰海んは、竜広氏、李氷一味を捕獲した。竜広氏、李氷は共に拷問されて、罪状を洗いざらい吐き、まず、李氷が晒し首になった。陰海ん、恩教、現状の三人は、光しべが殺された川辺で霊を慰めるための、裁紋を焼いて、竜広氏の生き肝をえぐり生贄にした。 ところが川底では純海屋者がこのサイを受け取り、竜王に報告。竜王はこれで光しべは生き返られると喜び、死体を川に戻し、魂を返した。二夫に仕えた自分を恥じる音響が川に身を投げて、死のうと泣き、現状がなだめているところに、死体が水面に浮かび上がり、息を吹き返した。この奇跡に皆が喜ぶ。蘇った光は体操に学士に取り立てられ、 現状は幸福寺でさらに仏道修行を積むことになったが、音響は商用として後に自殺した。ある夜、大僧は一度死んで冥界から戻るという体験をした。身代わりとなった妹の理玉へを亡くし、メイドで助けられた相良夫婦に借りた金を返済するために直立小国寺を建立したが、以後、仏法を大変に尊ぶようになった。構想が集められることになり、 議長の推薦で、玄奘が選ばれ、の職に任命された。玄奘は火星寺で、国中の瞑想たちや、皇帝の前で放映を行った。一方、如来の命を受けて、正方主教者を探していた関玄温菩薩は、この玄奘が転生したかつての皇帝と知って、興味を持つ。恵み岩と共に、長安に現れた菩薩は、小記坊主に身を変えて、如来から預かったのけさ。 旧館の尺状を見せて売り歩いた。値段が、銀七千両という高額だったため人々はこれを、からかったが、最初だけは、凡仏でないことを見抜いた。聞くと、この袈裟を身につけて、再会を守れば、輪楽を免れ、地獄に落ちず、五郎の災いを乗けるという。章は驚いて体操に報告。大操は買い取るというが、自分の身分を明かさぬままの菩薩は、 高徳の僧に与えるように言い残して、代金を受け取らずに去った。大僧は、この二物の持ち主として、ふさわしいものは玄嬢しかいないと考え、彼に与える。玄嬢がこれを身にまとうと、その美しき姿に、地蔵菩薩の再来だとの歓声が上がった。利玉への初七日の放映で、玄嬢が念仏を唱えていると、菩薩が現れ、症状の今のみを講じるのはやめるように悟した。 菩薩は大僧に大乗仏教三蔵が使者を苦難から救い無料寿器の身にすることができ、唯一のものと言い,い、身分をあらわにして五教を唱える。感激した大僧は、正解を中止し、天竺は大乱院寺に人を使わして三蔵魔行を持ち帰った後で再会するという。その主教の旅に志願したのが現状であった。大僧は喜び、現状と義兄弟のちぎり結んだ。 資金の八、白馬、従者二人が玄状に与えられ、以後は三蔵と合するように命じられた。こうして旅が始まったわけである。三蔵は一応、この物語の主人公であるが、多くの番で、孫行者の活躍が強調された結果、玄状三蔵の物語での役割は低下した。与徳道元では、歴史上の実在の人物が多数登場する、からか三蔵たちの部分は、 カットされている。現代に書かれた版を除いて、実際的な主人公は、孫悟空と考えられる。旅の中での三蔵帽子は、たびたび腰を抜かすなど、性格の臆病な面が描かれ、他の四人と違い揚力がなく、法力がわずかであるため、妖怪の仕掛けた策略や罠に簡単に、引っかかりそのたびに弟子を破門にたり敵に捕まり、生命の危機に瀕する、というのを繰り返す。 長安を恋しがったり、来院字が遠いと愚痴をこぼしたりする場面もあって、弟子である孫悟空のことは疑うが、胃の八戒の残言、人に化けた妖怪は、外見で人と判断して、すぐ信じてしまうなど、人間的な弱さが強調される。死母がの水を飲んで妊娠した時は、医者に中絶薬を賜りたいという現代の感覚と、ずた品格を疑うような発言もあった。こうした、 三蔵帽子の人間的に未熟な面は、三蔵帽子を主人公とする古い版にたたみられ、むしろ脇役たる孫悟空が三蔵帽子をいさめる場面もある。主人公が徐々に孫悟空に移っていくにつれて、三蔵帽子は成人としての面が強調され、俗人的な部分は削除されていった。特に旅に出る前までは欠点が一つもない成人として描かれる。 俗人的な面が残るのは主人公である孫悟空をピンチに陥れる演出上の必要性によるものが多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。